紀州ヘラザオ。竿師の高い技術力で作られるヘラブナ用の釣り竿です。原材料である高野地区産地に近い和歌山県橋本市に根付き今日に至ります。以降多くの釣り師に愛されてきました。紀州ヘラザオの工程は大きく分けて12工程、そのいずれもが手作業。一人の職人がおよそ1年がかりで仕上げます。竿師自ら試し、納得いく竹竿のみ世に出ることができます。その高度な技術技法の伝統性が認められ、2013年に国の伝統的工芸品に指定されました。ヘラブナ釣りの魅力っていうのはやっぱり今釣って玉に入れるまでの魚の引き合いを楽しむっていう、まあ、釣りの楽しみ方なんですけども、でそんな中でやっぱり紀州ヘラザオはもう飾ってくるもんじゃないんでね、やっぱり実際魚を釣って楽しんでっていう部分での竿なんで、でその一本の竿ができるまでだいたい130工程ぐらいあるんですよ。実際魚を釣ってお客さんが満足してもらうっていう竹竿作りっていうのはもちろんみんな目指してやってるんですけども、そうなってくるとやっぱり機能性も大切、見た目も大切、やっぱりどれが一つ欠けててもね、やっぱりお客さん買ってで釣ってで釣った後の結果もよし、それでお客さんにもし満足していくんであればもっと喜びっていうのは倍増して、やっぱり良かったですよ、次もやっぱりまた一本購入させてもらいますっていうお答えがもらえれば、やっぱり、それを糧にまたね頑張ってっていう形になりますんでね、これから我々の一つの、まあ、技術の建設の中での一つの宿題としては残っていると思うんですけど、まあ、とりあえず今やっている仕事は今お話したように全力投球で一つずつ工程をやっていくっていう形でのね気持ちで僕はまあずっと今やってるんですけども、それはもう若い方も皆さん一緒と思うんですけどね。南海電鉄が高野山麓エリアの活性化の一環として取り組んでいる高野花鉄道と連携して、難波駅から60分ほどにある紀伊清水駅の駅舎内に竿師の後継者育成や竿の製作体験もできる匠工房がオープンしました。その紀伊清水駅のすぐ近くにある隠れ谷池。ここは竿師たちの試験研究池として開設されましたが、現在は一般の方にも開放されています。貸竿もあり、初心者でも気軽にヘラブナ釣りが楽しめます。ヘラブナ釣り大会や体験学習など、プロから初心者まで多くの方に楽しんでもらえる場所として愛されています。和歌山県橋本市のふるさと納税返礼品にも選ばれており、竿師があなただけの紀州ヘラザオを作成いたします。一人でも多く知ってもらいたい。これからも伝統を守りつつ多くの方に届けたい思いがある。紀州青函組合。